小池百合子、東京都知事、71の、カイロ大卒という学歴をめぐり、地域政党、都民ファーストの会元事務総長の小島敏郎氏、75が月刊誌、文芸春秋、24年5月号で、小池氏の学歴詐称疑惑の隠蔽工作に加担した、と告発し、波紋が広がっている。記事によると、小池氏の側近だった小島氏は二0二0年六月、 小池氏から学歴詐称疑惑の対応を相談され、回路台から声明文を出してもらえばいいと提案。3日後に学長名の声明が出されたのだが、小島氏はこの声明に疑念を持っているという。12日の定例会見で告発記事の審議について問われた小池氏は、毎度毎度選挙のたびにこうした記事が出るのは、そもそも残念だなどと不快感を示しつつ、会見だけでなく、 都議会でも説明してきたと説明していたのだが果たしてそうなのか少なくとも最近の都議会会議録を確認する限り小池氏はこの疑惑について答弁に立っていないことがわかる今年2月29日の都議会定例会でも上田玲子議員58ら複数の議員が小池氏のカイロ大卒の学歴をめぐる疑問を取り上げていた 例えば、上田氏の発言はこうだ。知事のアラビア語が堪能かどうかは、もはや都民の誰も、私も期待せず、唯一関心を持っているのは、詐称、虚偽の有無であります。昨年11月、私は、女帝、小池百合子に登場する知事とカイロ大学時代に、同居していた北原桃代さんのお話を伺ってきました。 知たびたび落第するも1976年10月必要な条件を満たして飛び級のごとく卒業したことがルル指摘されております約必死になって必要な条件を満たす勉強をしていたはずだった頃エジプト航空ハイジャック事件が発生しました約不思議なことに当時のこの新聞記事ではコメントされた若き知事の身分が カイロ大生ではなく、日本航空駐在員になっており、働きながらクリアできた条件が気になって、仕方がございません。この必要な条件とは、何だったのか、学籍番号は何番だったのか、詳しくご説明ください。学歴問題です。お答えにならないようですが、知事に投票した366万人の有権者のために、議場で心断を明らかにしていただきたいものです。 学籍番号については一度もお答えになっていないと思います百合子さんはカイロ大を卒業していないと実名で明言している北原桃代さんに確認したのです彼女の言うことが虚偽なのでしょうか伺いますまるで女帝の守護神ちなみに北原桃代さんとは小島氏と共に文藝春秋でカイロで共に暮らした友への手紙と題し 小池都知事の学歴詐称疑惑について衝述している人物だ。昨年も同様に複数の議員が小池都知事の学歴詐称を繰り返し問うているのだが、小池都知事に代わって答弁しているのが、なぜかと政策企画局長の古谷博美氏だ。経歴についてでございますが、当時のことについては、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきた通りでございます。 知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきた通りでございます。知事本人の学歴、経歴をめぐる極めて個人的な質問にもかかわらず、いくらと幹部とはいえ、なぜ他人である古谷氏が答えているのか。まるで森友学園問題で疑惑を追及された安倍晋三元首相に代わって、当時の財務官僚が記憶ない、記録にないなどと繰り返していた姿と重なってしまう。 古谷氏は一橋大経済学部を卒業後、都庁入庁。公安局勤務が長い。公愛経営部長、総務部長などを歴任し、2019年に女性初の公安局長に就いた。抜擢したのは小池都知事だ。小島氏や北原氏の告発を聞く限り、この問題で小池都知事はすでに詰んでいるように見えるが、潔白を示したいのであれば、 女帝の女守護神に答弁させるのではなく、自らが積極的に答えるべきではないのか。